夏色セレブレーション続きをやっていきます。前回アヤがイギリスに行ってしまうということになり、もう明日の飛行機で行くよって言われちゃいましたが、今晩は眠れそうにないよアヤ。マジで、これ行っちゃうのかな。やっぱりバイトしすぎちゃったかな。もっとアヤを探すべきだったのかな。だからこういう感じになってんのかな。だったらやり直した方がいいよね。ただちょっとこの先どうなるのかな。空港までは絶対行けよ。あや、今日でお別れか。バイトは午後からだけど、昨日の夜にあやを見つけたから探しに行く必要はない。え？まあそっか。探しに行くって言ったけど探しに行く必要はないのか。どうしようかな。考え事をする。あやの家に行ってみる。いや、家に行ってみようか。うん、家に行ってみよう。考え事こんなところでしてたって意味ないからね。でっけえ家だな。あや、あやいるんだろう。あや、ピンポン。おい、ピンポン。気配ないの。もう出てっちゃった。5時ぐらいの飛行機ってね、夕方か。結局あやには会えなかった。あやが飛行機に乗ってしまう前に空港で捕まえるしかないな。よし、空港行こう。バイトが始まった。バイトしてる場合じゃなくない。時間の経過が俺の焦りに変わっていく。生きた心地はしなかった。早く会いたい、早くあやに会いたい。そして俺は、ちょっと早めに上がらせてくれる。5時でしょ、間に合う。こっから行って。そろそろ行かなくていいのかい。ありがとう、行く行く行く。だってまだ時間が。そんなギリギリに行って、もし間に合わなかったらどうするんだい。仕事の方はもういいから。ありがとう。でもカメラは用意できてるよ。ありがとう。君の気持ちちゃんとあやちゃんに渡さなきゃ。そうだよね、そうだよね。マサさん、ありがとうございます。俺行ってきます。頑張れよ。頑張ります、頑張ります。もう空港着いた。間に合ったよね。いる、見つけられるかな。もう放送で流そうよ。見つけた。くれたんだ。来たよ、そりゃ。あやと会えるのもこれで最後になりそうだしな。うん。なんでそんな笑えるの。こっち寂しすぎてちょっと死んじゃいそう。ちびっちゃいそう。ちびった後に死んじゃいそう、寂しすぎて。あ、そうだ、あやから預かっていたもの返すよ。僕バイトしたんだよ。申し訳ないね。これ申し訳ないね、僕のせいでね。ほんと申し訳ないね。あやのカメラ修理できなかったんだ。だからバイト一生懸命してなんとか同じものを揃えたんだ。弁償とかそういう意味じゃなくて、ただあやに使ってもらいたくて。泣いちゃう？嬉しくて泣いちゃう系女子？ありがとう。でもこれあやは使えない。もったいなくて。いいの、あやのために頑張ったんだからいいの。ボロボロまでいいんだ。このカメラは君が使って。やだね、やだね。あやのために頑張って買ったんだぞ。でもこれ使って腕を磨いてよ。カメラマン目指してよね。何もこれ別れる感じ。ちょっと待ってよ、ダメだって。モテたらお前もお前で言えや。これ違うんだよ、これは俺の気持ちだって。あやごめんって、もうちょっとちゃんと言えよ。分かったじゃねえ、分かるな。おい、モテたら分かるな。俺頑張るよ、あやに追いつくように頑張るよ。17時5分発422便ロンドン行きにご搭乗のお客様、至急出発口までお越しください。もう至急だからあんまりもう時間ないじゃん。至急って言われた。至急出発口まで来いって言われた。もう行くな、もうずっと手掴んでよ。手を。そろそろ行かなくちゃ。もうずっと手掴もう。手掴んでずっと。
それかポッケ、ポッケのところに、今までずっとありがとう。短い間だったけど君と出会えてとても嬉しかったよ。俺もアヤと出会えて嬉しかった。え、何別れの挨拶してんの？違うじゃん、モテ太郎。違うじゃん。ねえ、モテ太郎、違うじゃん。別れの挨拶しに来たわけじゃないじゃん。じゃあ、元気でね。バイバイ。バイバイじゃない、バイバイじゃない、バイバイじゃない。え、マジで？嘘だろ。嘘だろ？え、マジで嘘でしょ？あ、よう読むの忘れちゃった。真っ赤に焼けた空に消えていく飛行機を俺はずっとずっと見送っていた。え？え、ダメダメ。え、や、え、どういうこと？やっぱ探さなかったから？バイトしたから？ってこと？これ。そういうことかな？これ。バイトしまくっちゃったからかな？あの、あそこで毎日探しに行くべきだったってことかな？だってこれバッドエンドだもんね、絶対。これ絶対バッドエンドだよね。じゃあちょっと戻ってあの、あれするか。もう一回やり直すか。バイト始めた時から、ずーっとあれ、あの、バイトをするんじゃなくて、探しに行くをずっとするか。え、これってもうこれが、これもか、トゥルーエンドってことはないよね。これ完全バッドエンドだよね。あれ、今回、なんちゃんが関わってない。ねえねえ、ちょ、ねえ、今回、なんちゃんがやってくれてないよ、これ。だからだよ。なんちゃんがやってくれてないもの。ほら、なんちゃん出てこないもん。だから、あ、出てきたわ。よかった。ごめんなさい。なんちゃんがちゃんと協力してくれてたわ。大丈夫だわ。なんちゃんが。協力してくれてたよかったわ。安心したわ。ならば。じゃあちょっとやり直すか。じゃあやり直します。はい。では、バイト終わりまして、明日どうするっていうところで、前はずっとバイトに専念していたので、あやを探す。あやを探してみようと思います。わかった。頑張ってね。今日は疲れたな。バイトになれないせいもあって結構辛い。でも頑張らなければ。さてこれからどうしようか。じゃあ寝ます。で、探す場所って言ってもあれだよね。どこを探すかだよね。公園も出会った場所で、あ、違う。初めて出会ったのは駅ビルか。駅ビルか、公園か、とか探す場所としたら、そのぐらいだよね。どこに行くかな。その場所で出会えなかったら多分一生のエンドってことだよね、多分ね。よし、探す気だ。さて、どこを探そう。あやの家。駅周辺。公園付近。駅行ってみるか。出会った場所。そうだな、駅周辺であやのいそうなところを探してみよう。どうだい？あや、いつも駅ビルにいたじゃん。うん。ちょっとこれ違うな。でもあやは多分あやの方から声かけることはないよな、多分。誰？久美子？久しぶりの？あー、久しぶりの久美子。違う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 、お前じゃないんだって。なんだ、浅香か。もうなんだよ、余計でしょ。なあ、浅香、お前緑色のバンダナにお下げをした女の子を見なかったか。え、さあ分からなかったけど多分会ってないよ。そうか、誰なの。いや、友達と待ち合わせしてたんだけどちょっとはぐれちゃったみたいで。へーん、どうでもいいけど、女の子を待たせるようなことをするんじゃないわよ。うるさいな。じゃあ私は用があるからまたね。とにかくここにはいないようだな。また諦めるの？いないじゃん。
家に行ってもいなそうだし、公園か。あ、モテ太郎くん、おはよう。おはようございます。今日もダメでした。そうか、あやちゃんどこに行っちゃったんだろう、心配だな。まああの子のことだから大丈夫だとは思うけど。バイト中はあやのことを考えている暇がないほど忙しかった。いや考えろ、忙しくてもあやのことは考えてほしい、こっちとしてはね。まあでも気が紛れていいか、忙しい方がね。もう上がっていいよ。もうこんな時間なんですね。全然気がつきませんでした。ははあ、多分夕方から閉店まで一番忙しいかね。でもマスさんってこんなに忙しい店をえれっくりしてるなんて大変ですね。これ前あったな。好きでこの仕事をしているんだし、それほど考えたことがないよ。それに忙しい時はいつもあやちゃんが手伝ってくれたしね。そのこと言わないでください。あやちゃん言っちゃった。あやっていうことは出しちゃった顔。いいんですよ。いいんですよ。別にね。出したらこれで。ごめん。いいんですよ。でもあやと一緒に手伝えたらもっと楽しかったなって思った。今が楽しくないってわけじゃないよって言って、そうだねってなって、明日だけどどうするって言ってあやを探します。探してみようと思います。わかった。頑張ってね。頑張ります。どこだ？あ、これは、あやを見かける。あ、見かけない。あ、見かける。誰か立ってるみたいだ。で、あやを追っかけれないほど、あやが早く立ち去る。あや。はい、立ち去っちゃった。追っかけない。モテ太郎、アホ。追っかけるけど、あ、ここで家に行ってダメだったんだっけ？はや、ダメじゃないよ。これ家に行ってもダメだけど、諦めたくはないから一応家に行ってみるか。話せるかもしれない。あれ、俺の方が先に着いたのかな。しばらく待っていいよ。でも待っててもこれは確か現れないよね。これ現れないよね。お一人暮らしなんだ、このでっかい家に。これだけ待っても帰らない。家に帰ってないんじゃないか。一体どこに。今日は引き上げよう。じゃあ公園行くか。多分に日中に家に行ったところで多分いないと思うんだよな。だからまあ公園に行ってみよう。キビルで朝霞に会っちゃったからな。あーもうあと、30日に行っちゃうんだっけ？やだな。よし、探すぞ。さて、どこを探そう。よし、公園。あや。あや、色。あ、いない感じ？ねえ。ちょっと。いてよー。あやちゃんいてよ。あ、びっくりした。バグらないでよ。やっぱりいないの？いや、これも絶対こう話しかけてくるのは絶対クミコじゃん、また。なんでクミコなんだよ、いつも。クミコじゃないんだって探してんの。もうなんだわ、余計よ。あんたはいつも。どうしたの？モテ太郎、元気ないよ。あー、ちょっとな。え、どうせあんたのことだから女の子に振られたかなんかしたんでしょ。ああ、そうかもな。ああ、そうかもな。本気でこっちはね、悩んでんだよ、クミコ。察しろ。ああ、察したわ。察した、クミコ察した。謝ってきた。いや、いいんだ。でも何があったかは知らないけど、きっとその子もモテ太郎を待っているはずだよ。そうかな。きっとそうよ。だってモテ太郎は、何？モテモテってこと？はあ、なんでもないわよ。何？何？その先言って。サンキュー、朝霞。
ちょっとクミコにばっか会うんだけど、もう女の子を泣かせたら承知しないんだからね。いや、泣かせちゃったんだよな。しっかりしなさいよ。わかってるよ。ああ。でも会えなかったな。クミコには会えるのにな。結局見つけることはできなかった。今日のところは諦めよう。ダメだったか。おはようございます。あ、モテ太郎くん。あれ、マサさんどうかしましたなんか、これイギリスに行く話か。イギリスに行く話をしている。ここはちょっとバババーと飛ばします。お父さんが有名人でイギリスにいるからイギリスにってなって。で、アヤは人見知りで本当に接してる。する人はいないんだよって言って、モテ太郎くん特別だよって言われて嬉しい嬉しいだけど手につかない仕事が明日だけど、アヤを探す、頑張ります。マサさんの言葉で俺が、ああ分かった気がしてる、分かった気がしてる、信じてる、うん、砕いてしまった、イギリスに旅立ってしまうけど本当にいいのかって問うて、この先どうしたらいいんだ、いや信じる、あや信じる、あやならきっとって言って信じる、諦めることはしない、やればできる、でこれからどうしようかで寝る、で探しに行く、うーん、どこだ、家か、いや家にはいないでしょう、いや待てよ、アヤはモテ太郎に会いたくて寮まで来たんだから、逆のこと考えたら家に行ってもいいのか、今のとこ家にだけ行ってないんだね、家行ってみるか、どうせじゃあもうこれが最後で30日に旅立つのもね、だから家に行くか、ちょっと公園行ってダメで駅前行ってダメで、あもう家しかないもんね、これ連続して公園に行き続けなきゃいけないみたいなのもあんのかな、だったらまたやり直しだなと思うけど、よし、あやを探す、さてどこを探そう、よし、じゃあ家に行ってみたいと思います、あやの家に行ってみよう、もう荷造りしてるからもう家にいるでしょ、今日は家にいるかな、ピンポンピンポンピンポン、わーてんてんてんだ、家いないか。あ、でも新聞受けや郵便物やら、新聞やらが溜まった形跡がないということは戻っていると思うんだけど、しょうがない、出直す、出直す。あ、会えないの？結局見つけることできなかったの？じゃあダメじゃん。これこのまま行ってもダメだよね、多分ね。見つけれないとダメなんだよね、きっとね。おはようございます。ダメでした。心配だな、大丈夫だと思うけどって言われて。あの髪、考えるないほど忙しかった。結局出会えなかったんだけど、これ探すところが多分ダメだったんだよね、きっとね。そういうことだよね。クミコには2回、クミコには、合ってんのにな。明日はどうする、探します、探します、それは頑張ります、で早く休もうで寝ます、早くもうさっさと寝て、あやって言って寝ます、あやのことを思って寝ます、でもそうしたら次どこだ、出会った場所、最初に出会った場所行く、駅ビル、駅前広場行く、行くか、駅前広場、やっぱ出会った場所に行くよね人はね、そう思うよ、最終日31に旅立つのか、出会った場所にいてくれるかどうか、
駅前。よし、探すぎだ。駅前に行くぞ。駅周辺。色。あ、そうか、ヨッテリアね。ヨッテリアにも行ってみよう。そうだ、エレナさん、ヨッテリアにいるはずだ。行ってみよう。そうか、今日月曜日だからバイトしてんのか。いるかも。お別れの挨拶しに来るかも。いらっしゃいませー。あ、モテ太郎くん。驚いてるってことは、あやちゃん、明日イギリスに行くことになっちゃったって。ええ、でもエレナさん、なんでそれを？うん、そうだね。あやちゃん、ついさっき言う嘘！入れ違い！え、あやが？ええ、最後のお金だって。モテ太郎くんには話したのって聞いたら、あやちゃん泣きそうな顔で黙り込んでしまって。そうですか。あやちゃん、辛いのよ、モテ太郎くんと別れるのが。まだね、全然話せないんだよ、エレナさん。あや、さっきまでいたんだ。結局見続けることで、ダメ？嘘！さっきまでいたんでしょ？ちょっと走り回ったら見つかるんじゃない？ダメ？ダメか。あ、一足違いだったよ。え？あやちゃん、今さっき店に来たよ。お別れの挨拶だって。うわぁ、全部一足遅い。モテ太郎くんが来るまで待っているように言ったのに、もういいのと言ってそのまま。そうですか。マジで一足遅かったの？全部？明日だけどどうする？いや、それは探すよ。あやを探してみようと思います。でも、明日って、もうイギリス行く日じゃなかった？明日は31日、最後の夏休み。そしてあやがイギリスに立ってしまう日。これだけ探してもあやを見つけることができない。あやも会ってはくれない。このままだとあやと別れてしまう。立ってる。あやだな、これあや。あや、話そう、もうちょっと。こんばんは。これ同じかな。やっと話してくれた。実家のことはごめん。あ、一緒だな。うん、もういいの。知ってるよね。あや、イギリスに行くことに。聞いたよ。俺のせいか？ううん。で、違うって言うけど。お父さん、向こうに住むことになったから、あやも行くことにしたんだ。お父さんに、どうせやるのなら、もっと本格的にやりなさいって言われちゃった。だから、もう一緒だね、向こうに行って、いっぱいお勉強して、いい写真をいっぱい撮るんだ。うん、心から応援したい、と思ってる。励ます。引き止める、励ます。これさ、ここなのかな？引き止めちゃダメなのかな？うわ、ちょっと待てよ。励ましてみる？引き止めるのはちょっと、いや、わからんな。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。あやを励ます。励まして、もう、自分の存在をアピールしてみるか。ちょっと励まそう。うん。頑張ってきなよ。俺応援してるから。うん。あや、頑張ってくる。うわ、これダメかな。明日は何時に出発するんだ？5時半の便だよ。わかった。見送りに行くよ。あやに渡したいものもあるし。うん。そうだよな。あやの夢は夢であるもんな。それじゃあ、あやはそろそろ帰るね。バイバイ。でも好き同士なんだよ。そこだけは触れないんだな、二人。とうとうお別れか。
明日はしっかり見送りをしないと。これ励ましちゃダメだったかな、やっぱり引き止めるべきだったかな。あー、わからん、わからんぞ。でももうこれ行く感じだもんね。あー、31になっちゃった。どうすんだこれ、どうなんだ。励ましちゃったもんな、見送りに行くからね、バイバイってなっちゃったもんな。今日でお別れか。探しに行く必要ない。うんうん、どうしようかな。家に行っても意味ないよね。考え事してみようか。アヤはイギリスに行ってアヤのお父さんと暮らす。と遠の話は、アヤにとって人生を大きく変えることになるはずだ。俺もアヤには大きく羽ばたいてほしいと心から思う。だけど俺はこれから一体何をしていかなければならないんだ。学校のこと、いいなずけのこと、それからとにかく今日はアヤを最高の気持ちで見送ろう。それが考え事した結果、それバイトが始まった。アヤと出会った1ヶ月いろんなことがあったと思い出しながら、あ、で早めに上がらせてくれる。じゃあ空港までちょっとバーっとして行ってきますって。で空港に着いて、ここで何か変わるかな。あ、こんな音楽だったっけ、ここの時。来てくれたんだ。あ、アヤと会えるのも最後になりそうだしな。これ一緒っぽいな。これはでもこれもらってくれない？カメラ。あ、これアヤのカメラ。そうだよ。そう、あの時のカメラ一応そのままの形で持ってきたけど。あ、そっか、バイトずっとしてないからバイトお金稼げずに買えなかったのか。そういうこと、間に合わなかったのか。今回はバイトしてないからあんまり。バレたままでごめんな。ううん、17時5分発422便カメラロンドン行きにご搭乗のお客様、至急来いって言われて行っちゃう。やっぱり、あ、そろそろ行かなくちゃ。うわぁ、ダメなのか。やっぱ出会えないとダメか。ありがとう。短い間だったけど君と出会えてとても。いやー、ダメだな、ダメだな、多分これダメだな。これがトゥルーエンドなの？違うよね、なんか写真とか出ないもんね。あ、バイバイって言っちゃった、言っちゃった。これ、あ、もう行っちゃったわ、向かっちゃったわ。もう、あ、ダメだダメだダメ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 、見送っちゃったからもうダメ。これ絶対違うよ。ほら、ダメだもの。ダメだもの。じゃあちょっと待って、次回、今回これで終わりにして、次回、なんとかアヤとちゃんとトゥルーエンドを迎えられるようにもう一回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回、お楽しみに。どうやったらいいんだろう。でも、ちょっと、わかんないな。ごめんなさい。さよなら。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺を